そうだな。じゃあまともに上を見ないで横を見ながら登るっていうのはどうってうとそれじゃダメですよ不自然ですランナーが落ちてきたらどうしますっていうですねもう宮崎さん怒り出すんですねじゃあもうそうやっとくわと仕方なくですねまあ珍妙な会話があって今日は「え二人の小屋」っていうタイトルです二人の小屋って聞いたらもうもうねあの全 もうしばらく前からラブラブ展開が続いてるので、ついついですね、コナンとラナが二人暮らしするイチャイチャ会かよと思ったらこれ違うんですね。ね。後で出てきますけど、これはジムシーとの二人の小屋なんですけども、まあそう思っても仕方がないくらいの、まあ、ラブラブ展開です。 大体ですね、今回のストーリーの大きい流れをですね、あの、出してみました。一番最初ですね、ラナが、まあ、悪夢を見るとですね、えー、何かあの、暗い森で追いかけられていて、それが怪物に変身して追っかけてくるというのをやって、で、ラナはですね、 あの、夢に見た。心配した。おじいさん大丈夫かしらおじいさんが、ラナーっていう夢を見ちゃった。大丈夫かしら見先に行くと。そうすると、そこにコナンたちがですね、船に乗って現れると。こういうところから始められる。えー、コナンたちと合流するんですけど、コナンたちが何をしてたのかというと、 まあ元気いっぱい話をしてるんですけど、密輸をしてるんですね。えー、ガルおジさんとですね、鍛冶屋のオルソンっていうの二人いるんですけど、それを見て,見てみろ、ラナーって言うんです。そうすると、そう、果物、じゃがいも、それに布もあるとかう言うんですね。あと、あの、小麦もあるんですよ。小麦か。こっちが小麦、オレンジ、じゃがいも。で、この下には布もあるんですよ。で、えー、オルソンっていう鍛冶屋がですね、あ、俺もまあ向こう行って、えー、あっちで鍛冶屋修理することになってんだ。 まあ,あの結局、チートたちのですね、村に行って、チートっていうのは、えー、前回登場したですね、あの、ーロたちにですね、支配されている、 まあ、あの、貧しいですね。羊とか豚を飼っている人たちですね。そこのところへ、インダス、あの、ハイハーバーのですね、表側のですね、まあ村民が行って自家取引。本来は、ー炉という経路を取らなければいけないんですけども、そこをですね、突発して、税金なしの状態に取引しようとですね、まあ密輸をしてるんですね。で、えー、ガルジーさん嬉しそうにですね、帰りにはこの小麦粉、ジャガイモがチーズや皮や肉に変わっとるんだ、というふうに言います。 あと、えー、でですね豚が生きた豚が出てくるんですけどこの皮に変わっとるという言い方からしてですねこのハイハーバー内での貿易ではですねやっぱあの食肉あの豚を生きた豚から、えー、食肉にしてそれの皮を剥いで皮の処理をするところまでまあオーロたちのあ違うなチートたちの担当だというのが分かりますねそれに対してですね「いや待ってたぜ」と言って元気に手を振るですねチートたちの、まあ、交易品ですねまあこれこの形がチーズですね で、多分このカゴに入っているのが食肉、豚肉なんでしょう。いろんなものを持ってきています。こういうふうにですね、一応たちとのですね、いよいよ密輸が始まったとで。もう何遍も往復してるっていうふうに言ってますで。後にですね、小屋が出てきた時に、コナンたちが何日もかけてここまでやったということから、前回からですね、まあ、1週間程度の日が経ったというのがわかるんですね。 アニメの中では言ってないんですけども、僕はこれですね、コナンが始めたことだというふうに思ってるんですよ。コナンがチートの村を見つけて、で、こういうふうになってるんだというふうなことで、ガルオジさんに相談,相談して、思い切って直で取引したらどうだろうというふうなことで、あの、ガルオジさんが始めたことなんですね。で、えー、ガルオジさんはですね、な、もう何度も言っとると、まだ村のものには内緒だっていうふうに言ってるんですよ。まあ、この辺からコナンの発案だと思ってるんですけどあの、 この辺りのコナンの動きっていうのは原作に近いんですね。原作の,あの残された人々に出てくる主人公のコナンはですね、割とあの政治家的な動きもするし、割とね、まあ、陰謀って言ったら何ですけども、裏工作というかですね、根回し的なこともするんですよね。で、新しく、ね、あのコナンとジムシーが小屋作った場所もね、抜群にいい場所なんですよ、ね。あの、なんだろう。 表の村と裏の村って言うんですかね。つまり、チートたちの村とハイハーバーの、あの、元村のちょうど中間地点ぐらいに小屋を作って、で、自分たちが、まあ、海に向かって監視の目を光らせながら、両者何かトラブルがあったら、どっちにもすぐ行けるっていうですね。なかなかこう、政治的配慮の効いた場所に小屋を作っています。ですね。うまいですよね。で、こんな感じでですね、チートの村と密輸が始まります。 そうすると今回のストーリーはダイスがオーロに接近すると。あの沈んだバラクーダ号のダイスがですね、オーロに接近してですね、まああのオーロに腕時計を一つプレゼントするんですね。で、プレゼントをしながらですね、こんなもんがいくつでもある島があると。どうだオーロと。お前は海に出てみないかと。こんな島でくすぶってる男じゃない。もっとお前は大きい男だっていうようなですね、まあこう、よいしょよいしょと持ち上げをして、あ俺と一緒に海に出よう。そのためには、まず、 船を引き上げなきゃいけない。そのためには人手がいると。どうだお前たちの仲間と一緒に船,あの船を引き上げて一緒に海に出ようじゃないかと。ところが、オーロはそんなことに興味がないんですよ。まずオーロは他の世界ではなくて、このハイハーバーにしか興味がない。しかし、このおっさんを助ければ、まあ、ハイハーバーを支配できるかもしれないというふうにダイスにそのかされる。ダイスは口から出かせにったんですよ。ハイハーバーを支配する方法だってあるぜっていうふうに言って、 でそれでロボノイドってあの、まあ、あの一人の色のロボットですね。それの力を見せて、まあまあこんなものもあるんだから、ハイハーバーより値打ちがあるものは世界中にいっぱいあるっていうふうに言うんですけども、オー羅の野望、ハイハーバーを征服っていうのが出てくるわけですね。オー羅の野望というのは明らかになったところでですね、コナンたちの小屋に行きます。ですね。ラナがですね、いいものを見せてあげるというふうに言われて、コナンのところへ行くんですけども、 これですね、あの、スカート見える問題というふうに呼んでるんですけども、大塚康夫さんのですね、著作、作画汗まみれの中で未来少年コナンで、まあ、特に力入れて書いてるのがこれなんですけども、このカットなんですね。大塚さんはですね、作画監督の大塚さんはコナンを先に登らせようというふうに言うんですよ。でも宮崎さんは、いや違うと。コナンはラナに小屋を自慢したいんだ、見せたいんだ。だから、ラナが先に登って見守るんだっていうふうに言うんですよ。で、まあ、ここから直接の引用です。 皆さん、宮崎さんのことですね。これはまずいよ。スカートだからまともにパンツが見えちゃうよ。コナンを先に上がらせよう。とてうう言うんです。そうすると、大塚さんのことを第三って言うんですけども、まあまあ、まあ、大塚さんですね。いやらしいな、大塚さんは。エッチだな、と。もしラナが足を踏み外して落っこちたらどうするのといつでもラナをかばえる体勢で登っていくのがコナンなんだよっていうう。まあ、コナンの気持ちを説明するんですよ。で あでも上から引っ張るとかっていうふうに大塚さんが言うと、描いてみてください。それ絵に描いてみてくださいよ。変な形になるし、動かしにくいから。そうだな。じゃあ、まともに上を見ないで、横を見ながら登るっていうのはどうっていうと、それじゃダメですよ。不自然です。ランナーが落ちてきたらどうしますっていうふうにですね。もう宮崎さん怒り出すんですね。じゃあもうそうやっとくわと仕方なくですね。まあ、神妙な会話があって、ようやっとですね、この、 コナンはラナをしっかりと見据えて、ラナはパンツが見えないっていうですね、こう不自然な構図になったんですけれどもですね。というような珍妙な会話が時々あったように記憶しています。宮崎さんが考えるコナンとラナへの思いやりは、俗物の私の想像以上のものだったようです。宮崎さんの隠しに満ちた目を見ているうちに、こっちがかなりエッチな中年なんだと思えてきました。というふうにですね、大塚さんは書いています。そうなんですね。この、このカットね、やっぱりね、 あの、NHK の放送で見てもやっぱ不自然なんですよね <laughs>。あの、やっぱりね、女の子を、これあの、かなり嘘をついてるんですけど、もっと急勾配の、本当に梯子に近いやつなんですよ。だから、なんかどうしてもパンツの中身が見えちゃうんですけども、そこでですね、コナンはラナに小屋を見せてですね、そこであの、プロポーズするわけですね。えー、プロポーズっていうことは変なんですけどもですね、えー、ハイハーバーで小麦が育ったと。 で、残され島にもですね、この小麦を前で僕たちの村を作ろうと思う。こんなハイハーバーでいつまでもいてる。で、ハイハーバーにこれからインダストリアの人を呼んだら、もう人がいっぱいでハイハーバーもあの住めなくなってしまう。それよりは残され島に小麦を植えて、そして僕たちの新しい村を作ろう。その時、ラナー一緒に来てほしいんだ。もうストレートにプロポーズします。すると、ラナーびっくりして、 私、いっぱい働くっていうふうに言うんですね。まあ、ここでいっぱい働くっていうのが宮崎駿の理想の少女なんでしょうけどもですね。僕が、あの、今回ですね、やっぱ注目するのはですね、この、恥ずかしいですね。なんでしょうね。あの、 プロポーズだということを自覚していないプロポーズの時にですね、ジムシーはですね、小屋の下でですね、豚の世話をしているところなんですけど、相変わらず、ジムシーかわいそうって思いながら、だからジムシーはかわいいんだよなっていうふうに思うんですよねけどね。こんなふうにですね、ジムシーはですね、一人で豚の、あの、小屋の下で豚の世話をしています。